フリージャズは1950年代末にビバップなどのそれまでのジャズの演奏形態を否定、革新した当時の新しいジャズのジャンルであり、1960年代に流星となった。フリージャズは1950年代末にクラシック音楽のような白人西洋音楽の理論や様式に従わないという理念とビバップ、ハードバップ、 モードジャズなどが限界に達したという認識により誕生した。アフリカのルーツを重視した黒人音楽の正当なルートだけで白人中心のジャズ音楽界をひっくり返せるというのが一つの見解だった。南部テキサス州出身のオーネット・コールマンはニューオーリンズやバトンルージュで演奏したりロサンゼルスへ演奏旅行をしたりしていた。そのオーネットが ドンチェリーやチャーリー・ヘイデンと共にニューヨークのゴスポットジャズクラブでフリージャズを演奏し始めジャズ界に一大センセーションを巻き起こした。オーネットのジャズはブルーノートを多用しカントリーブルースシンガーのようだとも形容された。ジャズ評論家ベーレント、アミリバラカ、ユイ・ショーイチらはオーネットの音楽の本質をよく理解しフラットする音。 ブルーノート、ブルースの塊などと、的確な表現をした。オーネットの革新的、フリージャズに続いたのが、サンラや、アルバート・アイラーらのジャズマンだった。他にもファラオ・サンダース、アーチー・シェップ、セシル・テイラー、アート・アンサンブル・オブ・シカゴラのフリージャズを演奏する、アーテイストが登場した。フリージャズが登場した当初、古典的、 伝統的ジャズを支持する聴衆の中には、理解できない、音楽として認めないというものもかつて履いた。だが、やがて、ハードバップ他の行き詰まりを打開したジャズの流れとして、広く認知され世界中にフリージャズファンも多く、存在する。オーネット・コールマンや、ジョン・コルトレーンにより、ビバップスタイルの行き詰まりを打開するために、規制の概念を否定するスタイルが模索、創造された。 この試みは、規制の概念を否定し、革新的なジャズを誕生させた。1970年代半ば以降は保守化と商業主義により、フリージャズは、冬の時代を迎えた。しかしその逆風の中でも、オーネット・コールマンは、モロッコのジャジューカの演奏家たちと優れたアルバムを、制作し、注目された。さらにオーネットは1988年に、意欲作。 バージンビューティーを発表し評価された。1970年代の理論は以下の通りである。ポストフリージャズは現代音楽や前衛音楽、ヒップホップジャズ、ジャズラップ、スペースミュージック、スペースロック的なアプローチを上げることができる。ジャズ来たるべきものはフリージャズの誕生を告げた歴史的なアルバムとなったファンクのジョージ・クリントンなど。 異なるジャンルの音楽家にも影響を与えたゴスペルなどの影響を受けたフリージャズを演奏。若くして歴史したマルコム X に捧げた曲やボーカリストを起用したアルバムも発表。エン c ャント・トゥ・ザ・フューチャーなどの代表アルバムがある httpww.allmusic.com スタイル。 フリージャズマレーレイレイレイレ二五九八 H T T P コロンスラッシュスラッシュ w w w u c p r e s s dot edu スラッシュブックスラッシュ九七八零五二零二八五四一五スラッシュ l o f t dash j a z z H T T P w w w dot allmusic com スタイル フリージャズマ 012598http 00コロンスラッシュスラッシュ www.cosmologic.org スラッシュプレス .html ありがとうございます。